デリック・メイデリック・メイはアメリカのテクノミュージシャン、DJ である。テクノシーンにおけるキーマンの一人とされ、ホワン・アトキンス、ケビン・サンダーソンらと共にデトロイトテクノ創始者の一人に数えられる。メイ自身が作った曲も去ることながら、その DJ プレイでも大いに注目を集める人物である。メイがテクノに関わるきっかけは、高校の同級生であったホワン・アトキンスから、 シンセサイザーを駆使した音楽を教えてもらったことに始まる。すでに音楽活動を開始していたホアン・アトキンスに影響され、1986年に自身のレーベルであるトランスマットを設立する。1987年に同レーベルからリズイム・イズ・リズイム名義で自身の最初の曲ヌード・ホトをリリース。1988年には後の代表曲の一つとなる。 ストリングス・オブ・ライフをリリースしたの番組中で使用された。自身のトランスマットレーベルでは数多くのアーティストを発掘している。デリックの1番弟子カール・クレーグ、2番弟子ケニー・ラーキンや3番弟子のステーシー・パレン、他にもサバーバン・ナイト、オクテーブ・ワン、ジョイベル・トラムラがトランスマットからリリースを行っている。彼らの一部は後にデトロイト第二世代と呼ばれるようになる。 自身の曲はシカゴハウスへも大きな影響を与えている。なお、ホアン・アトキンスが当時シカゴで DJ をしていたフランキー・ナックルズにローランド TR-909 を売ったのがシカゴハウス誕生のきっかけの一つと言われているが、909の売却にはデリック・メイは反対したと言われる。1993年以降は活動のほとんどを DJ 活動に割いている。 新曲は過去の楽曲のリミックス版がたまに出る程度である。なお、現時点での完全な新曲は広角機動体のゲーム版、サウンドトラックに収録されている楽曲が最後。最近ではデトロイトで毎年5月末に開催されているエレクトロニックミュージックフェスティバルムーブメントにて2003年に実行委員長を務めるなど若手ミュージシャンのサポートに回ることが多い。 ありがとうございます。